今回はロータス応援のコーチングなのだ。ランクはシルバー1らしいのだ。今回の動画かなりこの一人スキーなプレイする人なんだけど、こんな感じの人結構どのランク帯でもいる印象だから、自分のプレイ見てそうなってないか確認してみてほしいのだ。意外と無意識にやってるかもしれないのだ。セントリー設置。入った。はい、早速 FD してるんだけど、これの何がいけないかっていうと、遮蔽に隠れれないから脱出した時にいけないポジションなのだ。今いたポジションってオフアングルでもないから弱いくせに引くことすらできないって言い終わってるポジションなのだ。基本的には A リンクのあたりで撃ったらすぐ壁に隠れれるようにするのだ。特に大面が死ぬ取りテイクしんどすぎるから絶対死んじゃダメなのだ。個人的に目とセンチは開幕死ぬなら2キルは絶対持っていかないとダメだ。普段なら2キル持っていっても状況的に不利になることもあるのだ。ゆえとかなら今の不安ぶるに大立ちとかでキル狙いに行ってもいいけど、僕はちゃんと引き目で死なないように見るのだ。マジでこういうプレイで1キル持っていって死んでてもチームとしてはマジで勝てないのだ。このラウンドも同様なのだ。B メインピークするのってかなり僕がやる動きとしてはリスキーな部類に入るのだ。B メインって相手にカバーがあると2キルはしないと引けないし、接敵するとしたら開幕がほとんどだから、そこでオーメン死ぬと終わりなのだ。ぶっちゃけ今のとかランク上がると相手中構えてるし、リエイムで決めっち気味に殺されるのだ。これで1キル取って早々に死ぬのも褒められた行動ではないっていうのがズンダモンの見解なのだ。今のは目中行ってキル取るしか逃げ道なかったんだけど、そもそも選択肢がそれしかないような立ち回りしちゃダメなのだ。こういうプレイは味方が弱くて自分がキャリーしないといけないとか、自分の調子が良い時は良いけどそうじゃないとトロールになりかねないのだ。別にオーメンはパラと回復最強アビリティがあるんだから、それをもっと活かしたセーフティーな動きができるのだ。リスク取るべき時は取って勝負するの大事だけど、ちょっとそのタイミングが分かってない感じするのだ。こっちにも食いない時は特にロータスは C のオープン設置超強いし、あれのリテイク結構難しいのだ。個人的にはもうちょっと引いてプレイすることをおすすめするのだ。全失態ならデュエかフラッシュに使うと良いのだ。オーメンですることじゃないといい話なのだ。このラウンドはただリスクしかない動きしてるのだ。遊びたいのか、相手になる。ここから入れてガレキシュラステとかならわかるんだけど、あんまり強くもないアングルでオーメンが待つのは弱いのだ。この人マジで FD 壁がひどくて、しかも一生竜より前室で死んでるのだ。ただこういう動きしてる人普通にいるから、みんなも自分がしてないか注意なのだ。本当に特に有利な打ち合いでもないならおとなしく引いて守ろうなのだ。マクロ的にはどっかのメインのエリア取りたいんだけど、そんなことをこのランク帯でとやかく言うことでもないし、エリア動向よりも FD の方が圧倒的に役だから、味方のデュエとかイニシが取りに行かない異常引きで守るしかないのだ。オーメン一人でそういうエリア取りの動きをするのはゴールなのだ。結局のところ味方と足並み揃えることが何よりも大切なゲームなのだ。完璧。これは岩バットなのだ。このラウンドは騎士官しかないのだ。多分1回4ラウンド目でこれやって1キルしか取れずに死んでて、そのせいでラウンド落としたことに気づいてなくて、1キル取ったし俺悪くないって思ってるのだ。ちなみに1つ言っておくと、ラウンド序盤の方でのうち1トレードは基本的に防衛不利なのだ。特にロータスはサイト3つで入り口が5つあるから、人数が減るとかなり苦しいのだ。だから俺1キル取ったし無罪みたいな論理は滅びた方が良いのだ。1キルで即死してるオーメンよりも0キルでスキルちゃんとイニシの方がよっぽど仕事してるのだ。ただそのあたりがスコアに出ないからこのゲーム終わってるのだ。まあこのラウンドは割愛なのだ。このラウンドはあまりにも危機感がなくてびっくりしたのだ。まあここの開幕壁抜きはそこそこ強いのだ。オーディン打ちすぎて大人にも聞けてないのだ。あとこんなとこいたらすぐ死ぬから、即ウルトで逃げないといけなかったのだ。リロードしてるいとまもないし、レイナ死んだ視点で危機感持った方が良いのだ。あとちなみにあそこのオーディンはあんなに打っても後半の4ダメージ入ってないから無駄なのだ。相手もバカじゃないから、オーディン打ってるところ後からわざわざ横断したりはしないのだ。まあ割愛なのだ。攻めなのだ攻め。最初の4ラウンドは順調だったから飛ばしたのだ。このラウンドはリスキーな動きやめてねってやつなのだ。
遊びたいのか相手になろう。スカイ、スカイとおめえ。ていちゃんの。カバーもつけずにオーメンが単独でビーラークして死んでるのだ。普通に終わってると言っていいのだ。開幕 C メイン取ってるなら B は詰め待ちでよいし、それでも開幕 B メイン取りたいならせめて1人カバーつけて、カバー取り合いつつ箱裏は1人壁抜き1人飛び出しケアブライの感じで安全に取るのだ。まあこのラウンドも勝つわい。このラウンドはボンミスなのだ。ここも強い敵に瓦礫に知らせてなのだ。相手が瓦礫にプレイ入れてきたりするまでは A メイン取るまで基本瓦礫知らせてで OK なのだ。ノラランクで綺麗に瓦礫飛び対策してくることまずないのだ。知らせてしてたら被害は1枚で済んだし、カバーも取れてたのだ。まあ次このラウンドは味方のカバーしようねってやつなのだ。誰に展開近づくぞ。影が向かうぞ。頼むぞ、チミスケ。ここやったん、戸扉壊れてないから即死リンクとカッパーのカバーなのだ。こんなところで壁にて弾が24発もあるのにリロードしてるうちに味方はどんどん死んじゃうのだ。救えた命もあったはずなのだ。それを見捨てたのは自分の責任なのだ。場所的に B しか無理かも。開けれます。まだ B 開いてる。そしてこの2ボルト3の状況でプランとしてもあんま勝ち目ないし、一旦ここはプランとせずに1枚どっかで削りたいのだ。まだ時間はあるから焦げる時じゃないのだ。頑張れいな。ナイストライ。これはクラッチの作法があんまり分かってない感あるのだ。まあ NT、 なんだかんだ最終ラウンドなのだ。ちなみになんだかんだこの人フラグトップなんだけど、こういうリスクある立ち回りでフラグトップになってもあんまり意味がなくて、キル取っててもそのキルで取れたラウンドが少なくて、逆にデスのせいで落としてるラウンドが多いから終始で言うとマイナスなのだ。これをメンの一どんなとこやねんとは思うのだ。レイズのカバーできないやんって感じなのだ。だから今のは相手の位置おかしいし、別にしゃあないっちゃしゃあないけど、ああいうワンピック取れた時は一回落ち着いた方が良いのだ。無理に勝負しに行くよりはただ相手が無理にピークして情報を取りに来るのを狩るだけで良いのだ。この辺りで総括をしておくのだ。この人は全体的に動きがあまりにもレイナみたいというかリスクを取りすぎてるのだ。目としてやっちゃいけない FD がすごく多くて、それじゃあいくらキル取っても意味ないって、勝てないって、そういう感じなのだ。とりあえずは引き目で戦うことを覚えてセーフティーに動くことなのだ。エイムは悪くないと思うし、それできてればランクはある程度上がると思うのだ。残り1名ルナイス、ナイス、ジジナイス、ありがとうございました。ジージー、今回はここまで。それでは俳優